時はレッスンしてました。今さっき今日一日中眠い。睡魔が一日中睡魔が本当に。今日一日で何回あくびしてんだろう。なんかあくびすごいしちゃう。たくさん空気を吸うといいですよね。なんか二酸化炭素溜まるとあくび出るっていうね。空気吸っとこう。深呼吸して。今日寝るときにヤクルト1000飲むわ。そう、ヤクルト1000今日飲みます。頭おかしくなるくらい暑いね。え、本当に暑かった。なんかレッスン場までに行くだけでも本当に一曲踊った後の汗みたいな感じに汗の量いっぱい出る。しかも帽子かぶってること多いから、なんかもう蒸して前髪がすごいことになってるんですよ。着く頃には本当にね、やだ。うん、北海道も暑い。あ、そうなんだ。北海道も暑いんだ。ハンディファン必須ね。まあ、結局買ってないの、ハンディファン。もうなんか暑すぎて、前髪が汗で束感になって、そう、汗でできたシースルー前髪みたいになっちゃう。そう、でも今はまあ乾いてあれだけど。牛乳飲みましたか？牛乳飲んでない。だから牛乳ってなんかハマる周期みたいのあるよね。一時期牛乳めっちゃ飲みたいみたいな時期あるんだけど、でも最近その時期来てない。信号待ち一番辛い。わかる、辛いよね。信号待つのは苦痛です。電車降りて信号を見た時の、赤だった時の絶望感、それか青でチカチカしてる時の。ね、信号待ちは日陰にいる。私も日陰にいる。日陰がない時はもう電柱の細い日陰とかにこうやって立ってる。こうやって体細くして、何が何でも日陰にいたいから。まあ日傘さしてるからあれなんだけどね。日傘さしててもなんか日が当たるから、結局そうなんです。日の向きによってなんか
当たる角度が違う。長袖で歩いてる？歩いてないです。今日も半袖。キャスパーの T シャツ着てる。でもみんなキャスパー知らないんですよね。キャスパーの知名度低すぎて、なんかそんな有名じゃないんだみたいな。キャスパー好き、かわいい。でも古いんですよね。いつの映画かな、古い映画で、あの主演の女の子がアダムスファミリーの女の子、ちっちゃい女の子役の子なんですよ。キャスパーに出てるその主人公の子。ホラー、いや、どうなんだろう。ホラーではあるけどね。でも面白い、普通に可愛い。お化けが、お化けが可愛いホラーですね。全然ホラーじゃないかも。ファンタジーでちょっと感動する。そう、食べ物食べるけど全部下に落ちちゃうんです。そういうシーンとかある。レアな T シャツ、レアなのかな。まあでも限定品、今ちょうどコラボで売ってるとこあったりすると思う。かわいい、めちゃくちゃ。セーラーゾンビみたいなもんかな。セーラーゾンビより怖くないです。セーラーゾンビって意外となんか怖いよね私見てたセーラーゾンビ、しかもリアルタイムで見たい派だったから。マジスカとかもそうですよ。深夜まで起きてリアルタイムで見て寝てました。ちょうど金曜日とかにやってて、だからね、次の日休みだから学校が、だから夜更かししてもいいと思ってリアルタイムで見てました。もう見たすぎて、もう好きで、一人だけリビングに残って見てました。でもテレビの音大きすぎるとね、怒られちゃうから小さめにして見てた。僕しか知らないセーラーゾンビ、本当にドラマ面白いですよ。で私も曲好き、可愛いよね、衣装も可愛いし。なんかエイトの日でもウエストのライブでセーラーゾンビシリーズの曲やってました、ユニットで。ナルがセンターだったかな。あ、イーストか、イーストの方だわ。漫画持ってる？え、漫画あるの？セーラーゾンビって。え、そうなの？知らなかった。武道館は当てたい。いやー大丈夫、当たりますよ。武道館でライブがね、発表されました。3日間だよ、すごくない？ぜひみんな応募してください。
何月だったかな、10月なんかもう先すぎてあんまりあれなんだけど、10月か。ね、そう、次のシングル曲のお話し会も今日の18時から受付開始になるので、まあ、気になってる方とかもねいらっしゃれば、坂口渚を押してはい、オンラインお話し会来ていただけたら嬉しいです。お話し会来てね、待ってます。うん、あさって初めてお話し会行きます。あさってか、え、あさって、え、あさってお話し会だったっけ。うん、13ですね。あさってはねサマステなんですよ私。しあさって、うん、ね、よろしくお願いします。お話し会8年チームエイト通ってるけどなぎちゃん行ったこと一回もない。じゃあこれを機に一回行きましょう。はい行きましょう。私が主導権握ってる感すごい。来てくださいね。じゃあ8年じゃあ私も来てくださいよ。来てほしい。すごいね、8年たらもう、まあ初期からですね。すごい。なんか今さっきレッスンあってダンスの先生にね、初期からそのダンスを教えてくださってる先生がいるんだけど、その先生からいろいろすっごい懐かしい時の振り V とか見せてもらって、なんかみんな可愛かった、子供で。しかもガリガリ、なんか筋肉がついてないから細い子はよりガリガリに見えるというか、すごい細、自分もねガリガリってなったガリガリなほど細い。そう、子供な体型っていうの、なんて言うんだろう、棒みたいな感じ。そう、なんか沖縄ツアーの前日リハとか、それこそ合宿の時のなんか47の振りでした時の映像とかいろいろ見せてもらいました。握手したら手が壊れそうやった確かにね、細すぎみたいになるかもね。わかる。私もひーちゃんの手とか触ったらなんか折れそうって思うもん、細すぎて。お話し会申し込みたいけど人見知りすぎて勇気が出ないよ。なんか意外とそういうの関係ないですよ。なんかまあとりあえず近況報告とかしとけば全然話は広がりますし、全然気軽に来てくださると嬉しいです。大丈夫ですよ。うん、母音だけで歌う10年桜お願いします。母音だから、私さ、あの時合宿の時母音の意味が分かんなくて、なんかみんなそのさ母音をなんかその普通に丸暗記してるのかと思ったんですよ。ここはあで、おで、いでみたいな。でもなんか今になって考えたら、あ、そういうことかみたいな。普通に流れで言えちゃうじゃんっていう。そう、母音の意味を知らなかったのにさ、なんか
母音歌えなくて怒られてさ、なんかちょっと理不尽だなって今考えたら思うんですけど、なんか母音か、てか本当に無理だった。うん、母音どっち、母音ってか、あ、母音で合ってる。そう、なんか母音の意味を知らない子多かったと思う、ぶっちゃけ。そう、説明されないとわからないよ。そう、そうなんですよね。あの合宿ぐらいからエイト好きになりました。そうなの、私合宿黒歴史でしかないよ。まあ今見たら、いや、メンバー同士で見たらすごい楽しく見れるんだけど、あれを、ね、まあでも私の集大が。 じゃあ自分で映像を見返したりはしないんだね。一人で合宿見返したりなんて絶対しないです、私。やだ。むしろもうダメージを見たら見ない方がいい。最近になってエイトのこと知りました。ありがとう。そうなんですか、嬉しい。ふいちゃん周りに誰かいるの？いないです、いないですね。俺も最近になってなぎちゃんにはまってます。嬉しい。そうですよね。でも最近ありがとうございます。給湯室じゃないのね。そう、今日はね、給湯室じゃないですね。シナモンとぴょんぴょん飛んでたね、昨日の話。いや、シナモン本当にかわいい。なんかマッシーがユニットで一緒に出た時にシナモンに「シナモンって飛べるって聞いたんですけど、どこまで飛べるんですか？」みたいな質問してて、そう、シナモンが耳動かしてこうやって飛ぶんだよーってやってて、なんかジェスチャー喋れないけど、ジェスチャーだけで可愛く見えるってほんとすごいことだと思う。ジェスチャーだけでさ、いろいろ伝わるってすごくない？なんかすごいなって思いました昨日。耳動かしてふわーふわーって飛んでた。
そうそう、飛べるの。でも飛べることを私は知らなかった。でも確かに耳で飛んでる時の映像、動画ってかアニメとか見たことあるかもしれない。なぎちゃんはどのぐらい飛べるの？飛べるっていうか、ジャンプ力はめっちゃ高いと思う。飛び箱9段飛べる。マッシーはコギミュンが好き。そうそう、コギミュン好きだね。なんかそのチーム8内でのその何のキャラクターに来てほしいかっていう投票で、あのマイメロちゃんとかね来てくれたんですけど、もしあれがさ、めちゃくちゃそのなんだ、見たことないみたいなキャラだったらどうなってたんだろう。来てくれてたのかな。こんな着ぐるみも存在するの、これも実物として存在してるんだみたいな。ハンギョドンとかいるのかな。そのキャラクターとしてはいるけどさ、そう立体的としてね、なんか見たことない、写真でも見たことないし、もちろんそう生で見たことないしね。なんか次もしそういうイベントとしてとかってライブとかできたら、すっごい珍しいキャラクターちゃんを呼んでみたいです。あれ、ニャニニュニエニョンみたいな、キャラクター呼んでみたい。猫ちゃん、ケロッピー、いやケロッピー写真見たんですけど、ケロッピーも絶対可愛いよねって喋ってたんですよ。そう、ケロッピかわいいよ。メリージェニーのニャニニュニニョンのコラボした iPhone ケースあるね。あるよね、あれめっちゃかわいい。いつもねかわいいなと思って見てるうん新幹線ちゃんを確かに見てみたい。え、こういう予告なのかな。どうする、新幹線ちゃんに普通に人間の足が生えてたら、それっぽくない？どういう形なんだろう。でもな、キティちゃんね見れたから、次はダニエルくんも見てみたい。メロングマは生で見たいな。メロングマはね、そう、私も生で見たことないんですよ。メロングマはサンリオじゃないけどね、でもメロングマとイベントで共演してみたいみたいな夢はありますね。でもコロナが明けたらそういうゆるキャラのイベントとか増えてきそうな感じしますよね。シナモンの仲間シフォンちゃんも好き。シフォンちゃんって、わかんない。モカちゃんだけでもいるよね。それはわかるんですけど、シフォンちゃんわかんないな。でもシナモンの仲間たちってなんかみんな可愛いよね。すご
ごい可愛い。去年ボンボンリボンに投票しました。あー、ボンボンリボンも可愛い。しかもエイトの日が誕生日らしいですよ。ボンボンリボン、ボンボンリボンポチャッコが私の歌割りだった。来年エイトくんいるかな。ね、まあ忘れちゃいけない、チームエイトにはエイトくんというキャラクターがいるからね。ポチャッコ、なんかポチャッコってさ、私いやポチャッコ好きなんだけど、ポチャッコってすごいスリムなバージョンと、そのちゃんとなんていうの、フォルムが結構もうシナモンみたいな感じのフォルム、なんか2パターンないですか？どっちが最新なの？あれって。うん、なんか変わった。あー、ね、やっぱそれ変わってるってことだよね。スリムになってあれってなった。あ、スリムなのはスリムなのが最新なんですね。でも絶対フォルムがさ、シナモンみたいな感じの方がね可愛いのに。ポチャッコダイエット頑張っちゃった。もうちょっと太ってもいいんだよポチャッコ。ポチャッコは太ってた方が可愛いよ。ダイエットはやめてください。ポチャッコダイエットしないで。展示会行くとグリーティングできるよ。グリーティングって何？写真撮れるよってこと？戯れられるってことかな。なぎちゃんは変わらないでね。そうですね、太らないように気をつけます。一緒に写真撮ったりお話できるみたい。最高。お話できんの、すごい。かわいい。確かになんかディズニーとかでもあるよね、それをグリーティングって言うんですね。あ、なんか私ディズニー行った時にあのダッフィーのグリーティングがちょうどやってて、なんかアトラクションの近くですっごい人がいました。混んでた。多分30分待ちぐらいの列。うん、でも可愛いってなった。可愛かった。ダフィー、話すことを体でその気持ちを表現してくれるみたいだよ。すごいね、体で表現ってすごい。キャラクターだからできる、すごい。
クロミちゃん、クロミちゃんも見てみたいんですよね。なんか見てみたいキャラクターいっぱいいる。確かにホワイトボードに書いてくれても面白いけどね。確かに。でもそれでなんかめっちゃ字綺麗でさ、達筆だったら笑う。なんかあ、字綺麗みたいな。丸文字とかでいてほしいな。ねえ、でもほんと楽しかったな。サンリオ最高でした、ほんとに。全然遊べてないってメンバー言ってたけど、まあそうですね、まあライブ終わった時にはもう終演してますし、まあ朝早くから入ってね、やっぱ遊ぶ時間はなかったですね。ライブだけでした。ね、プライベートで行けたらいいな。でもね、そう、皆さんは結構何？パレード見てきたとかって方が多くて、いいなーって思ってました。やばいわ、もう充電がないわ。やばい、多分今何パーぐらいだろう。あ、でも30分なんだもん。ちょっともうちょっとしたらね、ランキング読むわ。充電なくなりそう。今日充電器持ってきてないんですよ、私。そう。うん。とヤバみなんです。ヤバみのヤバちゃんです。チーム8の新曲は出ないのかな。出てほしい新曲。秋元さん、チーム8に曲をお願いします。ね、成功到底以来ですね。成功到底何年前だろう。もう、あ、1年前か。でも言って1年前ぐらいですね。チーム8の新メンバーね。えでも、いや、もうやんないんじゃないかな多分。まあ、やれる余裕が多分ないんだと思いますよ。今ちょうどね17期も入ってきて、なんか入ってもらっても多分ね、なんかその責任持てるかっていう
感じになってくるよね。まあね、ファンの方はね、やっぱそういう、そうす、あのオーディションとかあると盛り上がるから、まあ、楽しいと思うんですけど、あのやっぱりこっち側だと本当に大変だと思うから。お話し会はサイン会より写真会撮った方がいい、でもまあそうですね、いつもサイン会よりなんか写真会私人気ないんですよ。てかまあ、うん、あのまあサイン会の方が人気なんですけど、まあ、写真会も来てくれると嬉しいなって感じしますね写真撮ろうよって感じです写真会も嬉しい。うん、ね、だからちょっと気になってる方は、まあ、サイン会もいいんですよ。サイン会もおすすめなんだけど、写真会も超おすすめです。字がすごく可愛いの。いや、そんなことないんだよ。なんだろう、サイン会だといろいろメッセージとか書けるからなのかも。でもまあ写真会は写真会で、写真が写真撮れる、当たったら。そうだからまあおすすめですよ皆さん。うん、まずは申し込むかどうかだ。そうですね、皆さん申し込んでください。私のオンラインお話し会待ってるんで、まあ本当にちょっとでも、もう こんなぐらい気になった方でも来てください。はい1ミリでも気になったら、ミジンコレベルの小ささでも気になったら来てください。意外となんか参加し、なんかオンライン苦手って方も多分いると思うんですけど、なんか意外と参加してみたら楽しかったって絶対になるから、まあまあまあ絶対になると思います。はい、うん、そうですね、まあとにかく来てねってことですうん日本語上手じゃないでも大丈夫。大丈夫、だからむしろ教えてほしいですね、その国の言語。だから韓国かな、韓国語教えてほしい。毎回1単語みたいな。この間は、どんまんなよって教えてもらいました。うん。そう、もう個人レッスンだよね。むしろ私がお金を払わなきゃいけないんじゃないかっていう。どんなお話したらいいの？でもショールーム見てるってことは、なんかショールームの話題でもいいし、私が喋った内容とか。なんか充電切れそうとか言って全然切らないよね私。そろそろ本当にね、充電やばいから。待って、ランキング読むね。じゃあランキング読みます。うん。
13位はシゲキングさん、ありがとうございます。12位ミク、ミクのばさん、ありがとうございます。11位はベベモン、ベベモンさん、ありがとうございます。10位はザンミニさん、ありがとうございます。9位まゆゆ神押しさん、ありがとうございます。8位はナオトさん、ありがとうございます。7位はジャーリンアットマークシンガポールミューディーハートチームエイトさん、ありがとうございます。6位桃田ネットさん、ありがとうございます。5位はトカチンさん、ありがとうございます。4位フォークアットマーク香港のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。3位は大粒ちゃんさん、ありがとうございます。2位は永井さん、ありがとうございます。1位はティンプさん、ありがとうございます。まあまあ、なかなかなんとなくゲリラの配信だったけど、ありがとうございました。うん、今日も TikTok でも、 TikTok 今日オンラインお話し会の受付始まるので、まあ、TikTok も更新したいなって思ってます。私基本でも TikTok 更新するときは12時台か18時19時そか21時台が多いですね。基本19時が多いかな。ってことで、じゃあサマステで会う方はサマステを楽しみに、私も楽しみ。よし、じゃあサマステで会いましょう。でもサマステ配信もあるので、サマステのチケットはもう売り切れちゃってるんですけど、配信をね、なんかチケット取れなかったって方はぜひ配信を見てください。はい、結構ね2公演で内容盛りだくさんだから、満足すると思います。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。じゃあまたね、バイバイ、ありがとうございました。